ました。海外テイストで家事動線が考えられたお家です。ご紹介します。でさすがホームランディックの家って感じのすっごい素敵なお家です。早速行ってみましょう。ここのお土地ですが、北道路でだいたい約40坪の整形地になります。北道路いいっすよね。はい、北道路はかっこいい外観が作れるので、もう設計士にはもってこいのお土地でした。カーポートめっちゃかっこいいじゃないですか。カーポートいいやつ使ってますね。高いやつっす。外壁はホームランディックの標準のガルバリウム合板です。メンテナンスがあんまりしなくていいので、とってもコストパフォーマンスがいい素材になります。ガルバいいですね、やっぱりですね。じゃあ早速中行ってみましょう。はい、玄関先は板張りです。ホームランディックの標準でこの板張りついてきます。ガルバとちょっとした内緒最高っすね。いいっすね。お邪魔します。お邪魔します。玄関の土間はモルタル仕上げになっています。階段下の収納は建具のクロス巻きにしてなじませてすっきりさせています。奥まで収納たっぷりです。これ便利ですね。オーナーさんはここにタイヤをしまいたいそうです。はい、ここは1階のトイレです。じゃーん。おお。はい、この便器は TOTO さんの宙に浮いてる便器で、下が浮いてます。ベストパルと言います。すごい、これはいい。もう主婦に大人気、掃除がしやすい清潔なトイレです。ベストパルは奥に収納もついています。たっぷり収納することができます。この洗面もかっこいいっすね。これもホームランディックさんで決めてます。ここにも玄関収納があります。奥が柄の黄色いクロスになってて、とっても海外テイストで可愛いクロスです。収納の中もおしゃれ。はい、じゃあ早速リビングに行ってみましょう。すごいいい感じ。北欧テイストのようなホテルライクのようなかっこいいリビングです。ここキッチンスペースになります。クリナップのステディアというキッチンを使用しています。外観の白と黒と合わせてすごいとてもシンプルで素敵なキッチンになります。奥さんのこだわりポイントがここです。グリルなしのキッチンにしています。おー、なるほど。グリルの掃除がとても苦手だそうで、なしにしてここを収納にしちゃっています。めっちゃ便利ですね。ここありがたいな。で、奥様に大人気の食洗機ミーレも入っています。もうミーレはもう本当に人気ましたね。ミーレいいですね。もうオーナーさんみんな食洗機と言ったらミーレと言います。あとはタイル、ホームランディックの標準でこちらのタイル貼り上げています。奥さんこだわりの白のシンプルで可愛いタイルを使っています。こういう人っていうのがいいですね。はい、そして後ろ側には造作のキッチン背面収納になります。こちらも標準で作っています。でも標準ってすごいですよね。右下扉がないの見えますでしょうか。こちらはゴミ箱が入るように収納をなしにしています。こんな感じで後ろも収納たっぷりです。
チンの床は水に強い塩ビタイルというものを使っています。考えてますね。はい、掃除がとてもしやすい床になります。でホームランディックのこだわりはこういう張り替えラインがとっても綺麗なところです。やり方は社外費施工は社外費です。ここはスタディーコーナーになっています。キッチンで食事の用意をしているお母さんの横で勉強することができます。でこの中もたくさん収納になってまして、じゃーん、いっぱい収納入ります。でここに LAN 配線とかモデム、ルーター類が置けるようになってまして、扉を閉めたらごちゃごちゃしたのも見えないような設計になっています。ではここの扉を開けてみましょう。こちらはランドリールームになっています。おお、広いですね。広い 3.5 畳。干せますね。はい、実はこちらの一番南側のアイアンバーが懸垂ができるように、懸垂ができます。懸垂していいですか？やりましょう。おお、すごい、すごい、これいいですね。眺めも最高。日当たり抜群。いいじゃないですか、ここも。こちらはどうなってるんですかね。行きましょう。こちらは洗面脱衣所につながっています。ここの洗濯機置き場は混合水洗になってて、奥様が嬉しいお湯も一緒に使える洗濯機実現しました。いいですね、お湯が使えるって。はい、でここがお風呂、TOTOのサザナ標準のものになります。広いですね。もうここのオーナーさんはもう鏡なし、汚れるから鏡なしということで思い切って鏡をなくしています。嫌ですよね、鏡の掃除めんどくさい。はい、お風呂の鏡をなしにした代わりにこちらに鏡を取り付けています。これはイケアの鏡を建具屋さんにつけて収納の扉代わりにしています。こちら開けると可動穴がついています。はい、そして洗面台はホームランディックで大人気のサワーカンパニーを使用しています。来ました、サワーカンパニー。こちらも収納たっぷりになっています。鏡も三面鏡でここにも収納ができるようになっています。収納たっぷりのお家になってます。鏡下のタイルもホームランディックの標準で貼っています。で洗面を出るとリビングにつながっています。でリビングの横にはファミリークローゼットが併設されています。広いですね、ここも。広いです。床がパーケットの備えで、たくさん収納ができるファミリークローゼットです。だから洗濯して干して収納という動線が考えられています。では2階に行ってみたいと思います。階段の吹き抜けには素敵な照明と水槽のドライフラワーボールが下がっています。おしゃれですね、これかわいい。階段の手すりも黒く塗ってかっこよくシンプルに仕上げています。かっこいい。2階に行ってみましょう。行ってみましょう。2
2階に上がるとまずトイレがあります。2階のトイレは明るくて可愛い感じですね。照明がキラキラですごく素敵です。こちらの照明もホームランディックの標準で選んでいます。次はウォークインクローゼットです。2階にもウォークインクローゼットがあります。こちらは2階の家族分収納全部ここで済まそうと思っています。柄の可愛い海外っぽいクロスで素敵な雰囲気に仕上がっています。ですね、いいです、とってもいいです。では2階の見どころ行きたいと思います。このガラス張りのかっこいい扉開けるとご主人専用のトレーニングルームになっています。すごい男前空間ですね。かっこいい。ここのスイッチもトグルスイッチでかっこよく映えています。心が踊りますね。これは筋トレはかどりますね。でここにはバーベルを旦那さんと予定しております。ここで設計ポイントです。で2階にピアノだとか筋トレのマシンだとか重いものを置くときは床に補強を入れることをおすすめします。ホームランディックではそういうご提案をしています。さすがです。隣のお部屋行ってみたいと思います。こちらは寝室になります。わー、海外みたいなお部屋。ここではポップインアラジンというシーリングのプロジェクターを使う予定で、こちらの壁だけ1個色を変えてプロジェクター用の白の壁紙を使用しています。こだわりがありますね。寝ながら映画でもテレビでも見てくつろげる空間になっています。こちらは子供室になります。統一感ありますね。かわいいです。2階の寝室と子供部屋には収納をなしにして、先ほどの可愛らしいウォークインクローゼットで全て収納をする計画になっています。チャンネル登録よろしくね。オッケーです。